名古屋市図書館名古屋市緑図書館名古屋市、緑図書館は名古屋市緑区朝日での名古屋市図書館文館である。2016年度の蔵書数は89,373冊、貸出数は28,512冊である。図書を89,373冊、新聞を24紙、雑誌を196紙、視聴各資料を1,809点所蔵している。 名古屋市図書館13番目の文館として、1972年8月12日に開館。名古屋市立緑高等学校の南側傾斜地を整地して建設されたもので、かつて同地に所在した名古屋市立成美中学校時代には自転車置き場として利用されていた場所であるという。開館当初の蔵書は1万冊。耐震補強及びバリアフリー加工時により、 2016年7月12日に再オープンを果たした。2017年7月4日には返却ポストをイオンモール大高レストラン北口に新設し、同店専門店街の開館時間中に図書を呼び、紙芝居の返却を受け付けている。図書館広報として、透明ケーブルテレビに対して利用案内や、 読書案内などの取材を受けるなどの取り組みもいった。図書館の入館や利用は誰でも可能であるが、考え貸し出しには利用者登録が必要で、愛知県在住、在勤、在学者のみが可能となっている。ありがとうございます。